はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうしゃでございます。また公式 YouTube で今回からですね、新しいコーナーをね、やろうと思います。それは、マカイのキャラクターを歴史のキャラクターがあるから、それを紹介しようということで、今日はアシスタント、ずっとアシスタントですけども、青山ココさんに来てもらいました。ボンジャビ役、青山別のチャンネルでもね、一緒にやってた、似たようなね、そうですね、似たようなコーナーをやってたんだけども、はい、今回こちらに移してやっていこうと、よろしくお願いいたします。思います、はい、ということで、栄えある第1回目、今回、取り上げるのはもちろんこの人です、主役の鶴姫。いやーですよね、まず鶴姫からやろうと、ね、はい、ただこの鶴姫はですね、思いのほか面白い話が満載ある。へえ、映像作品もね、伝説の映像作品があって、今日は伝説の映像作品も紹介したい。ちょっと笑ってますけどあるんです、大丈夫かな。これもともとこ の, あの鶴姫伝説ね、これ三島康清さんの人が1964年に私の生まれた時どうしたの、私が生まれる4年前ね60年ぐらい前だった、はい、そして海と女と鎧、瀬戸内のジャンヌ・ダルクっていうのが本で出た、うん、これが大、まあ、話題を読んで、すごく人気が出たというものでございます。この三島さんという人は、もともと鶴姫の先祖、大堀家ってあるんでね、うん、この大堀家の末裔の、松江の人がこう書いたものなんだけども、僕は一応いろんな話があるんだけど、かいつまんで、この鶴姫伝説という、ね、この本で書かれて、まあ、これは魔界の中でもこの小説をベースになっているので、はい、でまずですね、1526年、はい、に鶴姫が生まれました。でこれ生まれた時、まあ、戦国時代だいぶ初期だね、なんか信長とかっていうよりずっと前、の時になったんだけども、大きな女児、顔立ちが整った大きな女児で、お100日足らずで、声を上げて笑いすげえ、成長すると力量、体つきも優れて男子に及ばぬほどの勇気を備える。もう100日ですよ100日って、まあ、まだ1歳なんてない、3ヶ月ぐらいです。そうです、ね、3ヶ月目は声を上げて笑い、すごい勇気があったと。すごいんだ、強めて、まあ、そうですよ、うん、ね、まあ、ちょっと化け物って言いそうかな化け物じゃない言ったら意味ない言ったら意味ない。でその1541年、はい、大内、これも本当に言える人、大内をしたあ、クイキさん、そう、ある神楽坂智樹こと古川小一がね、はい、大内義隆がいるんですけど、大内家というのがこの大三島を攻めるわけですよ。まあ瀬戸内海なんで、まあ、瀬戸内海にこう海があるでしょ、はい、まあ、この海の要衝を抑えると、まあいろいろこう都合がいいわけ、あの敵を攻めるにしてもね、こう補給路だから。でここで、大堀家、まあ、に、まあ、お前たち、まあ、俺たち見事聞くということに対して、この時の大堀家の弱男で安岡という、これは魔界に出てきます、河合龍之介君が演じたんですよ、まあ、ちょっとね、こう引っ越しながら、で、大堀安房さん、ね、弟ですよ、うん、これを百姓連れがあったけるっていうね、すごい名シーンがあるね、これは後でこうマモちゃんが名シーン入れてくれると思う。やったほんの少し計算違いだったのは、ここの百姓のせがれが思ったより出来が良かったことよ。そういう弱男、はい、この嫡男が、まあ、第一回目戦う、で彼は体が弱いので、弟の大堀安房というのがこれに向かって立ち向かうわけだけれども、はい、残念ながら彼は、ね、討ち死にをしてしまう。でこの討ち死にをした時に鶴姫が、大泣きなたを持って大内家に乱入して、これを撃破この時の、鶴姫15歳100日で声を上げて笑ってるから15歳なんて、私だってテニスの王子様見てキャッキャしてる兄がやられたら許せねえという形で倒すわけです、はいはいはい、そうするとですね、この大内家がもう一度攻めて、ね、再興するわけですよ、再進行してくる。でこの時にこう鶴姫は甲冑の上にね、こう赤い着物を着て、うん、遊女の格好をして、はい、そこ行くわけですよ、船で、うん、そうすると、まあ、大内家は男ばっかりだから、うん、遊女が来た、遊女が来たって言って喜ぶわけ、盛り上がっちゃった、盛り上がっちゃった。で彼女はこう入るやいないや、また大泣きだとしてバッサバッサって言って、そうだろ
吹っ飛ばしてしまうということで、もう2回打ち果たすわけですよ、うんうん、そうするとこの大内義隆さんはこれはもうダメだ、2回もこの天下の大内家がやられるなんてということで、もういよいよこう自分の、ね、軍の日の本一の侍大将と言われたあの末高房を、熊谷で明が、ね、演じている末高房を、まあ、首相にね攻め込むわけです。さすがにこの攻め込まれた時に、でこの時に大堀家は神代というね安房の代わりに鶴姫か、うんうん、その代わり、まあ、総大将、うん、これを片腕として支えたのが越智安成です。ですね、あの魔界では真の茜選手が、はい、あの演じてますけれども、うん、これで、まあ、迎え撃つわけですよ、はい、ただやっぱりねさすが末高房大軍でやってくるわけです、うん、なかなかこうやっぱ癖をしますね、はい、まあ、結果的に越智安成が討ち死にしてしまう。でもう軍もねもうほとんどやられてしまって、でこの兄の大堀康興はね康興はもう無理だということで大内家に降参するというふうに言って和睦というかもう降伏ですね、降伏をしに記者を飛ばしたらこの鶴姫なんとその敗残兵を集めてもうわーっとこう浮かれているあの末高房および大内軍にまた野衆をかけてまたぶん飛ばすという、ね、理由でも敵を3度も打ち破るわけです。だけどもその大内安成死んでるわけ で、それを儚んで、自殺をするんです。入水自殺っていう、まあ、悲劇的な最後遂げるという物語です。物語、まあ、これもほぼ魔界と言われてます。魔界夏の宴ではその最後のシーンです、まあ、あの再現したりしております。で、これがまああの物語の趣旨で、じゃあやっぱあの、ね、我々っていうか私もこう歴史ですから、歴史的にどうかというと、はい、こうなかなか怪しくてですね本当だと。あ、なるほど。まず1回目のこう安房が死んだのは実は大内家の記録にも残っているんです、はい、だから、まあ、あの大内家がこう大三島を攻めたということはある、うんうん、ただあの鶴姫が打ち破る2度目3度目っていうのは、まあ、記録には残っていない。へえ。ですどっから湧いて出てきたんですか。そうでしょ。これはですね実はその三島さんという安清さんね、三島康清、うん、まあ、あの原作書いたこの人が一子相伝の門外不出の大内家 の、 あの巻物があるんですよ、はいはいはい、大内家禄って大山木神社にあるんです、うん、あると言われております。これを一子相伝だから誰も見れない。なるほど。そこから私は書いたんです。現在その問題の大内家の文字は残っておりません。発見されておらず、三島さんが亡くなった後、ね、ないんです。じゃあもうそのソースが今何もないじゃん。そうそうもう一度こう時間軸を見てみると、うん、このもう2度目3度目の侵攻の時、大内家はですね尼子氏と大戦争をしていて、うん、とてもじゃないけど末高房みたいなエースをですね大三島のちっちゃいその利権の争いにリソースとして投入することはできなかったんではないかと。ただまあ全くなかったかどうかっていう、まあ、エビデンスが残っていないっていうことなんですね。これもともとなぜこの話が出てきたかというと、この大柳神社に鎧が見つかったんです。戦国時代これはね小さな鎧 でちょっとこう胸元がこう膨らんで腰元がキュッとですごく小さい、これ女性用の鎧じゃないかということで話題になったんですよ、はい、あの男性がつけるもんじゃないよねと。で女性用の鎧なんてないから、うん、結構その珍しい話になって、どうもそこからではないと。ああ、その鎧を見て、うん、女武将的なのがいたんじゃないか いたんじゃないか、うん、から、まあ、ひょっとすると三島さんが捜索をして、ははで、まあ、一応その大内家が攻めてきたって話があるから、まあ、ジャンヌ・ダルクと合わせて、うん、まあ、小説としてね、うん、書いたんではないかという説が、まあ、濃厚だと言われています。ただ最近ですね、この鎧も、女物ではなかったのではないか。あの鎧って
多分そのなんか歴史博物館とかにいたら分かると思うけど、すげえちっちゃいの、うん、だから当時の日本人の男性の身長ってだから平均が150とか、150、もう160なんか大男です。そうなんか、まあ、そんな中で豊臣秀吉は2メーターって言うんだけど、化け物、化け物、化け物だから割とちっちゃい。で当時このローマルっていうね、新しい鎧でこう割とこう胸元とかこう腰元にこう自由にこう伸縮効く、あの昔の鎧とここ自体がもう全部一つのものだったのが、こうこう縫い付けてあって体にこうフィットするものだったら、まあ、だからちょっと胸元に余裕があって、まあ、ちょっとキュッと締めれるようになってるんで、女性ものだと勘違いしたのではないかというふうに言われています。なのでこの、まあ、大三島のね、剣っていう話があったかどうかっていうのは、まあ、なかったとも言えないけど、まあ、あった証拠もない。なるほど。ただ鶴がつく 女 の、 その当時の戦国でいくね、例えばどうする家康で話題のおたずさん、はいはい、谷鶴とかするんですけど、この人は実際こう記録にも残ってるわけですよ、合計がね、あのもうあの家康と戦って討ち死にした。あと黒田官兵衛っていうね、うん、人が、あ、まあ、福岡をね、こっちを治めた時、その時にこう宇都宮家って滅ぼすんですけど、はい、その時に、たった一人残ってね、頑張って戦ったっていう鶴姫、まあ、鶴姫っていう人が、うん、戦国時代のそういう女性たちの戦った女性たちをまあ総評するようなね、存在と思えば、この物語ね、まあ、あの、あったかなかったかっていうことを聞くのはやぼではない。でもロマンがありますよね。ロマンがある。海のジャンヌダルクって。だからもう、あのお話としては非常にいいお話ですよ。で、まあ、それ、まあ、そのままね、魔界をつむまま使っているわけで、まだ永遠にこう休まれてね、鶴姫は。10年やってますからね、その。どうにかならないんですか。どう今のところあの安らが行方不明なんで、バトコマンみたいな感じなんですけれども、じゃあこれ映像作品、あの、はい、ゲームとか舞台はこの鶴姫っていうキャラクターいっぱい出てくるんですよ。まあ、我々もそうですけど、結構その出てくるんですけど、じゃあ映像作品になったことあるかというとね、過去に一度だけあるんです。1993年、日本テレビの年末時代劇スペシャル第9作目、まあ、これが結果的に最終作なんですけども、鶴姫伝記公募瀬戸内水、この作品があったんです。確か一部二部、うん、この当時の日本テレビはこのシリーズずっとやってた宝坂とかね、それ松平健さんとか里見浩太郎さんとかがもう本当重々しい、最後こう堀内隆雄が歌うっていうね、まあ、ちょっとあのカサスできない、なんかさすがさすできない、あの必ず森重久弥さんが出てくるもうなんか時代劇の重たい人がもう重たいだけ重たいことをやって、まあ、泣かせにかかるっていう、はい、日本テレビの当時の、まあ、キラーコンテンツですよ。これの第9作目に何を大丈夫ですか、今ちょっとミスりそうでした、そう、満を持してあの主演を当時大人気だった後藤久美子さん、国民的美少女第一号です、大抜擢するわけですね、あろうことか大丈夫思い切って、それはまあ鶴姫っていうね、これあの実は前振りがあって、はい、この前の年の2年前か1991年に、太平記という真田広之さんが大河ドラマ、ここで美青年の武将として、後藤久美子さんが出て話題になったんです。北畑、北畑下ちょっと忘れたんで、後で探して、北畑なんか近くさん、ちょっと忘れちゃった、という役で出て話題になったわけですよ。はい、ちなみにあの宮沢りえさんも出てますよ。だからもう国民的美少女たちが出たというで話題になったんですけど、でまあ、これで後藤久美子さんにこう白羽の矢が立ったんですけれど、これはもう壮絶なね、さすがすごい後藤久美子さん、もうこれであの日テレのキラーコンテンツ一つぶつぶすっていう潰されたとにかくやる気がない、もうね冒頭からもう全くやる気がないわけですよ。すごい
すごい。あのもう森重久彌さんとかね、高島礼子さんとか、それこそ石橋保さんとかね、まあ、当時の結構いい俳優が力の限りやって、もう日テレのしかも多分精鋭舞台ですよ、うん、いかに大人が全力で尽くしてもやっぱり一人の女の子のやる気のなさには勝てないっていう。やったか。だから、ね、お芝居が下手とかっていうレベルじゃないんですよ、うん、考えてみると後藤久美子さんってその後女優ではやってないんですよね。まあ、モデル、まあ、そのマネージャーと結婚して、うん、世界的レースのね、旦那さんを見つけて結婚するわけですけど、ね、あんまりなんていうかこう芸能にそこまでこうしがみつく感じじゃない、まあ、一方の宮沢りえさんなんかもお芝居すごい上手で、まあ、今女優さんとして書くことある、うん、だからもう女優に別になりたいわけじゃない、なりたいわけじゃない人をもう無理やりこう出してるわけです。まあ太平記もややもうその風潮が見えた。ちょっと垣間見えちゃった。垣間見えちゃった。ちょっとあのやる気のなさが。まあそれはもう多分 NHK はね全力でこう、まあでも主役じゃないから、うん、残念ながら残念ながらですから、残念ながらまあ主役だからね。そうですね。もう常に彼女が映るわけですよ、うん、もうすごいいいシーンやってパッとね彼女が出てきて、その遊女の格好とかもありますよ。はいはい、そうですね、うん、もうそう勝ちを着てね、遊女がさあ行くぞっていうところもあ、なんかね、やらされてる感でもない、一生懸命やってるけど下手というわけでもない、簡単に言うと疲れてる、疲れた人が船に乗っている感じで行くわけですよ。大変だったんでしょうね。これ何がすごいかっていうと、2部の途中からいなくなるんです。鶴姫、鶴姫、これあのタイトルを読むと鶴姫伝記で、多分最初この鶴姫伝記だけだったんですよ、ね、でその後ろによく見ると弘法瀬戸内水軍というなんかこう取ってつけたようなのがついてる、はいはい、なんでだろう、鶴姫伝記でいいじゃないですか。そうですよね。だってもう小説もちゃんとできてるし、うんうんうん、最後入水自殺するところもちゃんと選べばね、すごいいいじゃないですか、うん、これわざわざ弘法瀬戸内水軍、なんか瀬戸内水軍の歴史みたいになってるわけですよ、ね、はいはいはい、はい、で2部のおそらくで30分ぐらい経った時に爆死します。そういうふうに、爆死、入水は入水とかな多分ね、怖かったのかな怖かったのかな、怖かったのかな、苦しい紛らにもう爆死するしかねえくなったんだ。爆死しちゃうんだね爆死したら当然そのなんか回収しなきゃいけない、うん、ないそこからもう何が起こるかと、その後まあ末高房がこういかに滅びていくか、で村上武雄氏、堤大将かなが出てきて、まあ、おまかいでも人気なんですよ、うん、村上武雄氏、そこから村上武雄氏対末高房の戦い、よくわかんないであの G の役の名古屋明さん、名前も忘れましたけど、なんかその人がずっと出てる、うん、でもまあ我々、私はこう見てましたね、その時ね、見て、あのまあ DVD 買って見てたんですけど、もしかすると最後に実は鶴姫死んでなくて、もう恋人を殺したね、うん、久喜末高房を鶴姫が倒すのかな、はいはい、思うじゃない、うん、出てこないの、おかしいな最後にで、まあせめて最後にこうなんかこうなんだろう、あの回想シーンとかです、うん、鶴姫の言葉とか、はいはい、ね、欲しいじゃん、まだあれば、ね、鶴姫伝記だもんね、鶴姫伝記としては成立するかなって、それもないただなんか最後は名古屋明さんが耳を歩きながらなんか思い出してる、はい、思い出してる映像はないでこれ名古屋明の主役それも2夜連続ですよ、2夜連続で途中からいないこれちなみにあの鶴姫役の志田君と一回家で見たことある、うん、みんな招いて、うん、志田君が一言も発しなくなってね途中から一言、最初はなんか「ああ後藤久美子さんかわいいな」とか言ってたら、うん、2部から誰も死んですよ、もうなんか腫れ物みたいになってるじゃないですか、何だろう、で最後こう堀内
高尾さんの歌を名古屋明さんがバックでそれまではね、里見孝太郎ちゃんやっこでやっこだとかね、もう悲しいシーンをこう重々しい里見孝太郎さんに見たりするわけですよ。主役が大体最後のエンドロール出ない。そうですよね、そういうもんですよね、名古屋明あれだよ。だからね、あの一応ソースを調べたんだの、うん、そういうことあったのかな、うん、多分言っても黒歴史なんだろうね。どこを探しても出てこない。ウィキペディアがもうめちゃくちゃちっちゃいもんね。ただこの後、年末時代劇スペシャルはなくなりましたと。これちなみに日テレ50周年の記念作品、それで爆死しちゃったんだ。記念作品で気合を入れたんだろうね。男組子でも若者のソングを取る。石橋保さんってね、あの割とイケメンの俳優さんが、石橋保さんが落合安成やったんだと思うけど、あと最後出てきます、うん、出ているわけですよ。であのまだ若かりし頃の坂上忍さんが、まあ、結構いい役で出てて、まだ坂上さんいいお芝居されてましたよ。いやでもね、やっぱり人間ってすごいのは、どんなにいいお芝居を見ようか、どんなに頑張って大物役者がいようか、やる気のなさには勝てない。うーん、無理できる。そうなのか。だからこれもう本当すごい作品で、二度とこの後鶴姫はあの映像としては出てこない。しまうすごい作品で。そうですね、 DVD でね、昔は見れたんだと思うけど、今の DVD もないんじゃないのか。抹消されてんだよ、ここから。抹消されてる。なんかちょっと見てみたさありますけどね。前半はね、まあ、うん、やる気ないなと思いながらも、まあ、他の人も頑張ってるから、うん、まあ、若干見れるけど、後半だと何だろう、これは何を見せられているんだろう。主役がいないんだ。全然、ね、しかもやっぱ多分その、いなくなってしまった恋人を持ってこう最後女少女が入水自殺するみたいなところがちょっとね、クライマックスで最後に、まあ、その敵であった末高房はこうやって滅びましたよぐらいで、まあ、多分分数にして3分ぐらいでいいじゃないですか、うんうん、これがほぼ1時間エンディングが1時間後日だ。すごいね。でしかもまあ最後死ぬとこってドラマチックにしなきゃいけないじゃん、うん、そうですね、それはそうな、死ぬにしても、うん、出てこないんだから唐突に爆発してるの。んってか、もうほぼ、んって、まあ、どうし事故かな。まあ、で、その時はてっきり後半出てくるんだ、はいはい、ここで死んだと見せかけてたやつじゃん。さすがにね、さすがに、ね、俺はねえだけど、うん、まあ、最後にこう数年後、鶴姫がこう馬に乗って、うんうん、バッサーかな、うん、斬新だね。斬新ですね。そんな頑張ったんだ。そういうのはね。だからまあ、あの今私としては鶴姫を大事に成仏させてやりたい。そう、そうですね、うん、そう、決して爆死などさせない、うん、あの爆死なのね。まあ、マカヒもキャラクターが、まあ、唐突になるなっていうのは、まあまあ、まあまあよくある話ではございますけれども、うん、まあ、それをテレビでやってしまう。日本テレビで、あなたとね、一回ね、その話したあの大河ドラマの痛々しいやつ、うん、やったファンタジーをやってる。多分ファンタジーじゃなくて、間近にやっぱり芸能の闇を見るんだよ。闇を。そうもしないですね、それはなんか。あ、もう来なかったんだなっていう。うん、無理やりかっていうわけですそう、もう来なかった、撮影に来なかったんだなっていう。どうにかしないといけないっていう大人の総力を。大人の総力。まだ尺が60分あんだと。やばいやばいやばい。やばい。で、最初出来上がってみても、どう考えても鶴姫電機だけではダメ。で、瀬戸内工房瀬戸内水軍っておかしいでしょ、うん、なんかちょっとドキュメンタリーみたいになってるわけよ、はいはいはい、72時間激闘のなんとかみたいになってる。普通ドラマの副題ってね、うん、あの戦国の女たちとか、そう、そうですね、ね、そんなものじゃない、そうそう、全体を表すだから2分なんだよ、うん、鶴姫電機からの工房瀬戸内水軍ございます、はい、ね、ぜひ皆さんにも見ていただきたい作品でございます。見てみたいです、ちょっと。ということで、ね、はい、まあ、これをね、ちょっと毎回広げていきましょう、はい、まあ、鶴姫は結構こういう感じだったんですけども、うん、あとは里見八犬士とかね、はいはい、真田重雄士とかね、新選組とかね、まあ、こう結構いろいろいるわけですよ。そのいろいろいる中 の、 あのちゃんと歴史に捉えてやってみたいと、はい、まあ、あとまあ
やっぱりドラマをね、我々が探っていくっていうか、こう先人たちの知恵を見ていくわけで、はい、私もよりすぐりの自己作を選んでまいりますんで、これはぜひ見てほしいですね。頑張りました。期待して、ね、常にこうやっぱこう人間が試行錯誤した後見えるわけ頑張ったんだけどこうなったみたいなそこにやっぱクリエイターとしてはね、すごいこうなんか胸を打たれるわけ頑張ったんだなっていう、頑張ったんだなとか、もしくはこう無理やりやらされたんだなっていう、うん、そういうのね、はい、そういうことをね語ってる私 の別のチャンネルもあるんでね、はい、今回の、釣姫電気瀬戸内と、まあ、釣りを出すような作品、GO ありますね。ガイアの笑い声がでけえんだよ、GO って確か見ていただきたいと思います、はい、それではまた次回よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。